こんにちは、心理カウンセラーの高森です。メンタルの調子を崩されて精神科、心療内科を丸の内線沿線で探しておられる方いらっしゃるかと思います。辛い症状をまずは薬でお付かせていく、大切なことですよね。ただ中には副作用や再発が心配という方もおられるかと思います。そういった場合はカウンセリングと併用していくと安心です。カウンセリングで心の体質改善を図っていきますと、相乗効果で結果的に薬を減らしたり、やめるまでの期間が短くなったり、再発のリスクをぐんと減らすことができます。進め方としては3通りあります。まずは薬の治療に専念していく、あるいは薬とカウンセリング同時にスタートする、もしくはカウンセリングだけで始めてみて様子を見ながら必要に応じて薬を使っていく、このような道筋がありますので、ご自身にとってぴったりくるやり方で回復に向かって進んでいてくださればというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。